どうもこんにちは。山本太郎さんがどうしてもね嫌いだっていう方、まだまだいると思うんですよ。で、えー、私はね、なんでそうなるのかなってことをいろいろ考えてみたんですけども、おそらくですね、まあ政治家にいろいろと裏切られてきたとかね、政治なんてやっぱり結局はやってるやつが一番都合のいいところを取ってるんだっていう先入観からだと思うんですよ。まあつまり自民党政治にしても、 まあ、昔のね、民主党政治にしても、その他ね、今、小さな政党もありますけども、そういったところがね、結局は、口ではいいこと言うんだけども、実際にやらしてみると、国民の生活は全く楽にならないし、そればかりが悪くなる一方だとかね。で、一時期自民党から、あ民主党に変わって政権交代をして希望を持った人も、その民主党に裏切られた。例えばね、高速道路は全然無料にならないし、子育て支援も全く行われないし、 かといって公約に全くないような増税は勝手にするしみたいな感じで、もう散々ばらですね、政治に裏切られてきて、えー、もう民主党とか自民党じゃなくてね、もう完全にね、その日本の支配体制に希望を失ってしまったんですよね。その中で、まあ、NHK ともそうかもしれませんけども、山本太郎さんみたいなのがドーンと出てきて、本当にいいことしか言わないんですよ。だから、結局ここも同じかと。人参ぶら下げて、 あんたたに権力を与えたら結局国民からむしることしか考えてないんでしょっていう風な先入観から働いて山本太郎さんをはじめとする令和新選組の発言にどこかねもう後ろめたいところを探して安心したいんですよつまりは結局令和新選組も山本太郎さんもこんなずるいところがあるじゃないかっていうふうに探したいんですよねまあですんで凱旋って言ってまあ毎日毎日いろんなところで街頭演説してるんですけどもそこにたまにね意地悪な人とか 意地悪じゃないいんんだけども、すすごく詳しい方が来るんですよ。それでなんとかね山本太郎さんや令和新選組の隠された悪いところっていうのを暴こうとするんですけどもなかなかそれがないんですよですので私思いますけども令和新選組に関してきれい事をそのままやろうとしている純粋な政党だっていうふうに受け取る方が思えればものすごく素直に令和新選組をこう共感 できるし、それから前回の動画でもお届けしたように、令和新選組山太郎さんが言うことによって、いろんな勘違いに気づくことができるんですよね。でも、なんとか荒探しをして、令和新選組もおかしなところがあるんじゃないかとかね、いろいろと考えていくと、ずーっとね、なかなか令和新選組の懐に入っていけないんですよ。じゃあ結果ですよ、私思うんですけども、令和新選組山太郎さんに反感を持つ人、じゃあ、令和新選組じゃないんだったら、どこがあなたにとって、 天国みたいな政治をやってくれてるんですかって言った時にやっぱりその時にね、みんな言葉に詰まるんですよ確かにないんですよただ思うのは、結局令和新生組も今までの政党と同じように権力持ったらずるいことになるんでしょとかっていう考え方ですよねで、そこはね、私もね自分なりにどう解釈するかっていうと令和新生組の評伝、つまりはバックグラウンドは私たち切り離された一人一人の国民になったところに気づけるかどうかなんですよね 民主党なんていうのはね、今の立憲民主党とか、連合ってものをバックに抱いてるんで、結局立憲民主党っていうのは誰の顔を向けているか、誰の顔を恐れているかっていうと、連合っていう評伝の評判を恐れてるんですよ。だから国民一人一人、気ないされた一票一票を持っている国民よりも、数万票単位で持っている連合の方が、やっぱ魅力的なんですよね。それから自民党もそうですけども、創価学会とかね、経団連とかね。 こういった人たちに対して今すごく忖度している状態なのが自民党なんですよ。だから一票しか持ってない一人なんていうのはどうでもいいんですよ。そういう人はどうでもいい。はっきり言ってね。うん、で、えっ、ー、と、宗教団体をそういった意味でも大事にしますし、それから公明党か。公明党も結局バックグラウンドに宗教があるから、その宗教票でもってね、持ってるわけなんですよ。もちろん政治をする上で、 多数決ってものが基本になりますから多数の支持を得ることって大事なんでねそういった意味で企業や宗教っていうもうそもそも最初から集客力のある塊ってものに対してねええー、まあ甘い汁を吸わせるっていう約束をするのは戦略としては合ってるでしょうでもそれによって大多数のどこにも属してない国民っていうのがもう放置状態になっちゃってるわけですよねそこが多くの人がどうせ自分たちが 政治に顔を向けても向こうはこっちのことを見てくれないっていうのう諦めにつながっているのと、あとそこからね、疑心暗鬼ってものがどんどん生まれたんじゃないですか。結局どこにお願いしても全部が自分のハメに回ってくる、うん。そういった形で、政治っていう箱そのものに信頼を失ってるんですよ。だからその政治っていう世界に入る人入る人に対してものすごく敵対心を持つんじゃないかなと思うんですよ。で、山本太郎さんは、まあ、役者っていうか役柄から見るとね、 まあ人気はあったわけですよ。山本太郎さんが役者として嫌いっていう人はあんまりいないと思うんですよね。そればかりか、もう重要なシーンでものすごくいい脇役とかね、えー、名演技を差し込んでくれて、物語にものすごく花を持たせてくれる。で、いろんな人を立ててくれるんですよね。山本太郎さんっていうのは。自分が目立つよりも、多くの人を立ててくれるような演技にたけていたんで人気があったと思うんですよ。で、今はね、違います。今は山本太郎さんが前面に出ちゃってるんですよ。 山本太郎さんの立場としては国民一人一人を立てていくっていうことをやってるのかもしれませんけども、まだ山本太郎さんの色が強すぎてね、令和新選組も山本太郎を財団みたいな感じになってるんですよ。じゃあ山本太郎さんが党首を退いたら、誰か代わりにそれほどの光を放つ党首が今いますかっていうと、やっぱりね、そうじゃないんですよ。だから今共同代表という形でワンクッションを置いてるんですよね。さあ、それでね、山本太郎さんがどうしても、 気に食わないいいっって人今でもいらっしゃると思います私はねだからそういう人にこそ山本太郎さんの凱旋に行ってもう気の済むまで対話をしてもらいたいなと思うんですけども嫌いな人はそもそも山本太郎さんのそういった集会にも行かないしね山本太郎さんの動画を一生懸命見るってこともないのでそのまま嫌い,嫌い嫌い嫌いのまま進んでいってしまうと思うんですよだからなんですよだから私たちみたいな切り抜き舞台とか山本太郎さんを威圧して伝える係っていうのが必要なんですよねということで今回の動画のちょっと肝になりますけども 直接物事を伝えるのが一番なんですけども、間接的に伝えた方がいい場合もあるんですよね。えー、例えばね、巨人っていう野球がありますよね。野球の球団が。野球興味のない人に、巨人見てみたらっていうふうに直接伝えても見ないんですよ。だから、巨人の何がいいかってことを、例えば私みたいなのが、実生活とかビジネスに例えてずっと伝えていくと、あ、なるほどね、と。 巨人の考え方ってのは実生活に活かせるよねみたいな感じで巨人そのものに興味を持ってもらうそんな橋がかかるんじゃないかなと思うんですよまあそういった形でね切り抜きさんとかそれからあ,ーある政党とかね今回山太郎さんのことを挙げましたけれどもそういった方につなげるための橋渡しができればあファンの方としてはねものすごくいい形が取れるんじゃないかなと思うんですよで反対にですよあのすぐに人をにわか扱いするようなマニアの方がいらっしゃるんですよ えー、例えばねあ,のあるアニメの猛烈なファンだったとして新しく「最近あのアニメ好きなんだよね」みたいな感じであの新しいファンが出来かけた時に「けっにわかが?」みたいなことを言い出すとせっかくファンになろうとした人がファンをやめちゃう可能性があるんですよ。 だから、令和新選組とか山本太郎さんのことをしっかり見ようかなと思ってね、山本太郎さんって経済政策こういう風に考えてるんじゃないのっていうふうに話したときに、あ君はにヤかだからよく分かんないと思うけど、教えてあげるみたいにやっちゃうと、もう出花をくじくことになってね、なんか令和新選組、やっぱりキモい人が多いよねってことになっちゃうんで、やっぱあくまでも私たちはこう聞いてあげる、共感してあげる。 そういった精神が必要ななのかなと何に不満を持っているのかなとか何に裏切られたのかなどういう悲しみの過去を持っているのかなってことによく共感してあげてあなるほどねってその話よく分かるよっていう形で私たちね吉谷さんもそうですし私もそうだと思いますけどもあのまずはね私たちのたくさんの動画の中からあの見てくれた人があの相談に来るんですよね。 相談に来るっていうことは、この人だったら分かってもらえるはずだっていうふうに、共感を求めているっていうポイントが一つと、自分がなんでこのね、あの、無限ループから抜け出せないのかってことを、バシッとね、答えを教えてくれる。つまり、気づかしてくれる。ね。時には自分のことは否定されるかもしれないけども、それも気づきの一つなんだよと。あなたはこっちの方向向向かってると思うけども、違うんだよと。実は今は、 組織に入るよりも個人が強いんだよ。なぜならっていう形で気づかしてくれる。そういうところを求めてお問い合わせをいただいて、それによって共感が満たされたり、気づきってものが満たされると、じゃあもう一歩前へ進もうかなと、塾に入ろうかなとかね、有料のコンテンツちょっと低価格のやつから買っていこうかなみたいになるのかなと思いますけども、いかがでしょうか。はい。山本太郎さんね、非常に勉強熱心でね、それから表情も今はすごくいいですね。 あのメロリン Q っていうね昔やってましたけどもあの時っていうのは完全にあのエンターテインメントとして自分のことを犠牲にしてね人を笑わせてくれましたけどもでも今はね違う意味で自分の身を子にして国民一人一人のために背中を支えてくれているそんな存在になるんじゃないかなと思いますね今世の中に溢れている絶望が全て令和新生組にとってみたらそれはこういう風に変えていこうよっていう風な希望になってるんじゃないかなと思いますまさにここもですね 逆転の発想なのかなと思いますけどね。はい、じゃあ今回は以上です。お疲れ様です。